青々とした新芽が広がる丘陵地で収穫されているのは美増坂茶のお新茶です美増坂市は岡山県内有数のお茶の産地今、新茶の収穫が最盛期を迎えています標高およそ300メートル中国産地が望めるこの場所は絶景のロケーションで天空の茶畑とも呼ばれ来月公開される松下奈緒さん主演の映画 風の奏の君へのロケ地にもなりました新茶の収穫は来月初春まで行われ岡山県内の百貨店などで販売されます